皆さんこんにちは。こんにちは。暑いですね。はい、はい、ということで、マイナビ仙台レディース夏のバーティーチャレンジを行いたいと思います。イエーイ。はい、今回は過去のクイズ企画で珍回答を連発してしまったマイナビ仙台レディースの選手の名誉を挽回しようということで、サッカーの企画を用意いたしました。イエーイ。 MC は私、船木が進めさせていただきたいと思います。ミスター珍回答。やめとけよ。ナイス珍回答。それではまず選手紹介を行いたいと思います。エントリーナンバー1番、背番号5番、はい、西、あ、間違えた、ごめん。ちょっと待って、邪魔だな。水沢さん、平野選手だです。はい、その意気込みは。はい、意気込みは背番号5の5本当てることです。拍手。はい、続いてエントリーナンバー2番、と背番号6番、近いな、そうなってる、原井美選手。はい、どうぞ。意気込み。いっぱい当てれるように頑張ります。あー、かわいい。はい、マジで。次、トリーナンバー3番、こっちが西野茜選手。はい、はい、どうぞ。26本当てます。はい、汗かいてるね。ついちゃってる。はい、次エントリーナンバー4番、背番号も4番、高平美優さん。はい、背番号と同じ4回狙いたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、エントリーナンバー5番、背番号9番、宮沢ひなたさん。はい、地道に頑張りたいと思います。近いと思います。好きらしい、好きらしい。ここでルール説明をします。タイトル通りバーテチャレンジを行ってもらうんですが、持ち時間は1人30秒です。時間内に何回当てられるかを競ってもらいます。簡単ですよね。はい、はい、はい、頑張りますということです。はい、この企画は事前にツイッターでファンの皆さんから優勝予想が行われました。ちなみに優勝予想の1位は原井吹選手です。ありがとうございます。頑張ります。はい、期待しておいて頑張ってください。はい、はい、まずは蹴る順番をくじで決めたいと思います。それじゃあ、緊張手の食いつらいです。お願いします。はい、抜けないです。何？おお、4。おお、わあ、いいとこ、いいとこ、いいとこ。かわいい。はい、次3番です。え、わあ、いいとこ、いいとこ。マジや。うるせえ。はい、うるせえ。5番。待って、何をする？どっちがいい？もう分かれてんだわ。いいの？いいの？せーの、はい。じゃあ1人目、高平選手お願いします。なんか一言。難しい。だそうです。はい、みんな難しいからね。やばい、ぶっこいてるけど。難しいって。それでは名前どうぞ。え、宮沢ひなたです。が蹴ります。それでは2人目お願いします。頑張れ、頑張れ。はい、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 いいよ、ナイス、まっすぐ。
よ今の。どうですか入れたいですか。笛の後俺は入れてください。入れたい。はい、じゃあ入れよう。やった。気持ちよかった。いい終わり方。ガチ気持ちいい。気持ちいい。座って座って座って。はい、ポケモンが大好きな原田大生、原井美樹選手に蹴ってもらいたいと思います。お願いし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 ます。元気正しい。犬頑張れ。え、ナイスポット。頑張れ。一番いいよ。ポストとか似てんだよ。ナイス。そうだよ。ポストとか似てんだよ。頑張れ。頑張れ。頑張れ。続いては一個一個行くんだから。なんか西の、西沢、ね、あーごめんなさい、西沢、あ、じゃなくて西沢ひなの選手です。はい、はい、頑張ります。はい、はい、頑張って頑張って。うわーマジやん。わーすごい。マジやん。これは好き。やばい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 。絶対ジュース買ってあげる。やばい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 。もう有言実行。これが量より質。はい、続いてはこっちが西野茜選手です。はい、頑張ります。はい、どうぞ。はい、頑張れ。よっちゃん元気よくやっちゃった、はい、頑張れ。どこどこ来て。頑張れ。ちょっと待って。強い。あの、なんて言うんですか、最下位が2人いるの。1人目イブと、あ、イブさんと誰だ、ミユ。怖い怖い。応援してたね。ありがとう。私は申し訳ない。ひなたとあかね。しゃーしゃー。どれだかも取ったしけど、2も取ったし。しゃーしゃー。最後、なんと誰これ誰。えいなーの。うえー、枚数は本数言って。7本。すごい。超えちゃった。超えちゃった。超えちゃった。背番号超えちゃった。超えさせてもろて。超えさせてもろて。はい、ありがとうございます。ジュースでも買ってあげるから。ありがとう。やった。はい、ということで優勝は西沢ひなのさんです。はい、イエイ。はい、ということで優勝選手はひなの選手です。ありがとうございます。一言。はい、私を信じてくれてありがとうございます。
信じてくれた人のために7本当てれてよかったです。はい、7本はすごい。ありがとうございます。ナイス。優勝したかった西野選手。優勝したかったんですけど、ちょっとね、ちょっと悔しいですね。悔しいね。でも取れたか取れたんで、 YouTuber としては YouTuber だったんだ。十分でございます。ありがとうございます。一番優勝候補だった。まあ、そういう時もあるよね。当てたいっていう気持ちはあったんですけど、しんみりしないで。やっぱり気持ちが先行したっていうか、あ、ちょっと目開けて寝てるから、開けて開けてっていうとこがあるかなと思って。いや、まあね、なんかあげよう、みんなに。あの、それは試合でね。そうだよね、そこが一番だもんね。はい、まあ YouTuber としてはよくやった。やっあの、あ、YouTuber リーグで頑張ります。ありがとうございました。はい、9月12日に WE リーグが開幕するので、ぜひスタジアムに来てください。お願いします。お願いします。待ってます。待ってます。